こんにちは、スプラートのぶちゃんとデラちゃんです。こんにちは。ということで今久しぶりね。そう、どこに来ました。28年ぶりに。28年、すごい。僕が通ってた幼稚園に来ました、うん、懐かしいよね。なんか全部ちっちゃく見える。全部ちっちゃく見える。なんか先生も、うん、俺が5歳の時とか先生ってもう巨人みたいな感じで。巨人みたいな話だよ ね。なんか俺よりちっちゃかったで、今日は何しに来ました。この幼稚園の後輩たちに僕の後輩たちに、うん、スプレーアートの絵をプレゼントして。プレゼントね。そうそうそう。ちょっとパフォーマンスやるよね。そうそうそう。パフォーマンスやって、そうそうそう、うん、プレゼント。そう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 。なんかいい記憶ある？え、なんか記憶って。ない。ない。泣いた記憶しかない。泣いた記憶しかない。もうみんななんか泣いたで覚えてる。泣いたようちゃんって覚えてる。あ、そう。泣き虫ようちゃんみたいな。そうなんだ。そうそうそう。可愛かった。え、可愛かった。可愛いか分かんないけどOK。 じゃあね、今からまあなんかずっとね、あの幼稚園とかそういうところでさ、日本でもなんかさ、そういろんなところに子供にプレゼントしてってやりたいって言ってたやんね。日本の初めての場所が自分の行ってた幼稚園、やばくない？OK。 それ嬉しい。それ嬉しいよ。嬉しいよ。嬉しいよ。顔見たいね。顔見たいね。喜ぶ顔見たいね。 OK。 あー、久しぶりでーす。久しぶりー、リオ先生。変わらず。ちっちゃくなりました。そうね、そのままなんだけど、ね、そのままだけど俺はね、わば、全然すごい変わってない。本当、うん、なんか大きくなった。大きくなった。俺が大きくなったのか。そうそうそう。あ、もうこれぐらいだもんね。やば、いい子だったんだね。可愛かった素直で、うん、ね、単純だった。どっちかっていうとね、赤ちゃんっぽかった。赤ちゃんっぽくて素直に甘えるし、うんうん、何かあると泣くし泣くしめっちゃ泣いてた。よく泣いてた。毎日泣いてましたよね、まあ、ちっちゃなことでもすぐ泣いてた、ね、え、どんな一番ちっちゃいことどんぐらいで泣いてました？自分がやりたかったものを誰かがやってた、えーんみたいな変わんないじゃん今も。やりてて、幼稚園で終わってると思ったらね、ここまで泣いてた。ここまでっていうから。そう、今高校生の同級生もちょっと来ててくれてて、なんか話してたら12歳まで泣いてたと思ってたね。それも言ってたよね。そうそうそう、電話でね。俺12歳まで毎日泣いてたんですよって言ったら、違うよ、18枚泣いてたよ全然覚えてない。まずママから、うん、お母さんから、そう、旅してることと、ああそういうの、うん、で結婚したことと、うんうん、あとはそのアート、あ、絵描いてるって、うん、やったっていうのは、まず一番最初はYouTube でテレビチャンピオンに出たよって聞いたから調べて、調べてしたら、あ、映ってるこれだって名前もわかんないし、うん、でしたらエデンって出てたから、はいはいはい、YouTube 見たりインスタ見たりして、うん、おおみたいな、どういう世界で生きてるのか全然一緒一緒ね。でもびっくりしました。ありがとうございます。いや、すごい感動すごい、だって感動だよね。会えるなんて思ってないし、いない可能性の方が高いですよね。そうね、普通はね。普通はね。ね、いや、嬉しかった。でもね、こうやって長くやってるとそういう子たちに会えるので、ね、はい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 。さあ、みんな家族みんなで来てもらえる。ねえ、待って、後で。じゃあ、後で、うん、後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。
反応がめっちゃいいね。火の時が一番絵よりも火って感じだね。いくよ、緑のファイヤー。はい、そろそろ完成です。いくよ。何これ、好き好き好き。バイ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 ね、バイバイ、ありがとう。かわいい。いくよ、始めるよ。行くよ、行くよ。黄色ね。5、4っていくよ。せーの、5、4、3、2、1、オープン。
ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。バイバイ。ありがとう。かわいい。ありがとうございます。ありがとうね。はい。ありがとう。はいよ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。どうだった？もうめっちゃすごかった。もう子供の反応はやばいね。めっちゃ喜んで。いや子供の反応だから世界共通だね。うん。まあ、特にさ、ファイヤーを使うとみんなクレイジーだよね。ね。ファイヤーが一番ね、やばいね。すごい、本当によかった。先生たちもさ、びっくりしたよね。先生たちも結構喜んでた。なんか動画とか、うん、まあ、SNS、SNS? SNS? で見たことあるって言ってたけど、うん、まあ、生で見ると、うん、まあ、全然違うって。ね。ね。ね。よかった。よかった。超楽しかった。嬉しい。超嬉しかった。書くスピードはね、本当にゆっくりでした。ゆっくりでしたね。ね、まあ、普通は、もっと早く行くところなんか、すごいゆっくりにして、うん、なんかそのいい感じのスピードが分かって、最後までずっと集中して、そう、最後まで見てた。で最後あの蓋取る時のカウントダウンとかさ、うん、ね、あれも見る、すごいすごい、よかったね。そう、まあ、ということで、まあ、これからも他の、はい、あ、そう、ね、幼稚園とかに、なんか幼稚園でも小学校でも高校でも何でもいいから、うん、呼んでくれれば目の前でこうやってパフォーマンスして、うん、なんかできたらなと、楽しいと思います。ぜひぜひ呼んでください。オッケー。楽しかった。楽しかった。いや、みんな楽しか、楽しがってたね。喜んでたね。みんな喜んでたね。そうだね。本当にありがとうございましたね。はい。ありがとうございます。アディオスアミゴス。